はい、どうも、ゆうくんです。今回も話題の車、そして新型車の魅力を語るので紹介していきたいと思います。ということで、今回紹介する車はこちら。新型メルセデス・ベンツ GLA でございます。で、この GLA というモデルは、メルセデスの SUV の中で一番コンパクトな部類に入るモデルということになっております。じゃあ、見ていきたいと思います。1ページ目に開きますと、GLA の概要とリアビューが紹介されております。次のページでは、新型 GLA のエクステリアデザインが紹介されております。フロント、リアともにかなりスポーティーなデザインになっているなと思います。サイドから見ますと、このような感じになります。次のページでは、インテリアが紹介されております。車内空間、一回りも長距離ドライブでも疲れにくい設計になっているようです。そして、2番目回り、このようなデザインになっております。最近のメルセデスのデザインを多く取り入れたインパネのデザインになっているなと思います。さらにスマートフォンのワイヤレスチャージング機能にも対応しておりますし、もちろん MBUX が搭載されておりますので、音声対話でもって車内のいろいろな操作やサービスを受けることができるようになっているようです。次のページでは安全サポートについてが紹介されております。自動再発進機能付きのクルーズコントロールシステム、アクティブディスタンスアシストディストロニックが採用されておりますので、高速道路を用いた長距離ドライブも快適にこなせるという仕様になっているようです。さらに歩行者、そして飛び出し検知の機能付きのアクティブブレーキアシストも採用されております。次のページではステアリングを握ったまま直感的にメーターやナビの操作ができるマルチファクションステアリングが採用されております。さらに後部座席の空間も十分な広さが確保されているということになっております。次のページでは MBUX の機能が紹介されております。音声対話でもってエアコンの操作、そしてナビの目的地設定などもできるようになっているということになっております。次のページではオフロードの走破性能についてが紹介されております。新型 GLA には全車フルタイム4駆のフォーマチックが採用されております。さらにオフロードでの車両の状況を詳細に確認することができるエンジニアリングパッケージも採用されておりますし、状況に応じて走行モードも自由に切り替えることができるようになっております。さらに急勾配での安定した走行ができるようにダウンヒルスピードレギュレーションという機能も採用されております。次のページでは使い勝手の良さについてが紹介されております。両手が塞がっている状態でもリアバンパーの下に足を入れるだけでテールゲートの開閉操作ができるようになっておりますし、テールゲート自体もワンタッチ操作で開閉ができるようになっております。さらに荷室も十分な容量が確保されておりますし、シートレジも多彩に行えるようになっております。次のページでは安全への取り組みが紹介されております。これまでメルセデスが行ってきた衝突実験の様子などが紹介されております。さらに全方位での安全をサポートするという機能が紹介されております。エンブレムの奥にセンサーが内蔵されているということも紹介されております。次のページでは安全サポートや運転サポートについてが紹介されております。冒頭でも紹介した自動再発進機能付きのクルーズコントロールシステム、アクティブディスタンスアシストディストロニック、そしてアクティブステアリングアシスト機能も採用されておりますし、高速道路などでウィンカーを操作するだけで車線変更ができるレンチエンジングアシストも採用されております。さらに一定時間以上両手がステアリングから離れているのをシステムが検知すると警告音を鳴らして、それでもドライバーが反応しない場合、警告音を鳴らしながら緩やかに減速して停止操作を行ってくれるストップアシスト機能も採用されております。さらに不意の飛び出しにも対処できるように緊急回避補助システムも採用されております。さらに衝突時の衝撃音を軽減させてくれるシステムも採用されておりますし、車線変更時後方から接近してくる車両を検知してドライバーに注意を促してくれるブラインドスポットアシスト機能も採用されております。そして道路標識も認識してドライバーに注意を促してくれるようにもなっておりますし、駐車場からバックで出る際の接近車両を検知して注意を促したり、必要に応じて自動ブレーキをかけてくれたりする機能も採用されております。さらに急発進防止のためのアシスト機能も採用されておりますし、高速道路などで渋滞最後尾への追突を防止するアシスト機能も採用されております。さらに車線逸脱防止の機能も採用されておりますし、先行車、対向車などへの減速を防止しながら最適な夜間の視界を確保するアダプティブハイビームアシストも採用されております。次のページではテクノロジーについてが紹介されております。新型 GLA には全モデル2リッターのターボディーゼルエンジンが採用されておりますし、8速のデュアルクラッチミッションが採用されるということになっております。さらにサスペンションも専用セッティングが施されているということですし、ボディ剛性もしっかりと高められております。さらに空力性能にもこだわった設計ということになっております。次のページでは
各種装備が紹介されております。360度カメラシステムでもって駐車も楽に行えるようになっておりますし、もちろんキーレス号システムにも対応しております。さらにパッケージオプションでヘッドアップディスプレイも用意されるということになります。さらにフロントシートにはシートヒーターも採用されますし、後部座席左右そしてリアウィンドウにはプライバシーガラスも採用されております。さらに専用のサウンドシステムもパッケージオプションで用意されておりますし、64色のアンビエントライトも用意されております。さらにフロントシート、パワーシートが採用されておりますし、運転席助手席独立のフロートエアコンが採用されております。次のページではメルセデスミーコネクトが紹介されております。24時間の緊急通報サービスや故障通報サービスにも10年間無料で対応しているということになります。さらにリモートドアロック、アンロック機能、そして駐車位置検索、そしてスマホと連携したサービスなどが無料で3年間利用できるということになっております。次のページではラインナップが 200D フォーマチックのラインナップとなります。ボディカラーが全6色のラインナップとなっております。パッケージオプションとしてナビパッケージやアドバンストパッケージ、そしてスポーティーな AMG ライン、そして AMG と通常のレザーパッケージも用意されております。次のページでは保証やアフターサービスの実現が紹介されております。さらにメルセデスのシェアカープラスのサービスも用意されておりますし、乗り換えサービスも紹介されております。さらに純正の各種アクセサリーも紹介されております。プレビュー紙にはブランドや各種 SNS の紹介が載っております。はい、ということで今回は新型メルセデスベンツ GLA について紹介しました。カタログの内容と話の内容を異なる表現とあったと思いますが、その点はご了承ください。またところどころ引き許しいところもあったと思いますが、その点もご了承ください。で、このチャンネルなんですけど基本不定期で動画の方を投稿していきますので、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。あと Twitter の方で動画のこととかその他いろんなことをつぶやいておりますので、できれば Twitter の方もよろしくお願いします。で、Twitter のアカウントは説明欄の方に書いておきます。はい、ということでゆうくんでした。ご視聴ありがとうございました。